川口さん、はい。どんな高校生でした？そうですね。僕はね、もう、サッカー一筋でした。サッカー漬けの毎日で、朝練習を、7時から、開始されるんですけど、で、朝練習をして、それから学校の授業に入る。それから、まあ、午後、また部活ですね。通常の部活動が始まると。月曜日が、休みと言いますか、ほぼ活動なかったんですけど、それ以外は、練習と試合、サッカー漬けの、高校生活を送っていました。高校生活はもうほぼサッカーというか、住まいも監督の下宿でしたし、住んでるところが下宿だったので、まあ、朝練あり、午後練、授業終わってから午後練。で、その後に自主練して、もう一日フルでサッカー漬けという感じで、まあ、僕らもその当時は月曜日がオフだったので、まあ、それ以外は、すべてサッカー漬けっていう毎日でした。そんなサッカー漬けの中で、将来の夢とか目標はどういうふうに抱いていらっしゃいますか？小学校の頃に卒業文集でプロサッカー選手になるっていうのを書いてたので、まあ、自分では記憶してないんですけど。で、そこからもプロサッカー選手になるために、頑張ろうと思って高校にも進学したので、もうそうですね。もうプロサッカー選手になるっていう、もうその一つしか考えてなかったかもしれないです。僕は高校生の時にまだ J リーグがちょうどできるかできないかという時だったんですよ。ですから、プロになりたいという、何ですか、こう、具体的な目標はなかったんですね。ただサッカーは続けたいという気持ちがすごく強かったんですけど、ですからその将来何をやるかという目標というのは、想像でしかなくて。高校の時には、まず自分がそのできること、4つですね、自分の中で目標を立てたんですけど、まず1つは、このサッカーにおいてですけどね、チームでレギュラーを取る。これが1つ目ですね。で、2つ目が、その県の選抜に選ばれる。そして、その目標を達成した後に、代表、日本代表ですね。アンダーカテゴリーの日本代表、に選ばれる。これが3つ目。それから4つ目に、冬の選手権に、優勝すると。そういう、僕が行った学校、非常に強い学校でしたから、難しいかもしれないんですけど、実際目標を立てて、その目標を紙に書いて貼るという、そういう作業はしてました。これは努力した。あるいは、こんな挫折もあったみたいなことっそうですてね、ありました？まずチームでレギュラーを取るためには、やはり自分のスキルを磨かないといけませんので、練習から、全力で、取り組むと、そういったことは常に続けていました。1年生から試合には出させてもらってはいたんですけど、途中でレギュラーを外されたりとかはしていましたけど、コンスタントに試合に出場することができました。ただ、挫折というのはですね、怪我もそうなんですけど、実は僕が3年生の時に、キャプテンになったんですね。その時に、チームがやはり勝てなくて、なんていうんですかね、こう空中分解しそうな時が、なかなかこうチームをまとめきれなくて、監督からも信頼を失う、選手からも信頼を失うという。なんですか、こう、なかなかこう歯車が合わなかった時はあったです。ありましたね。高校のその練習自体もきつかったので、練習時間も長かったですし、まずはそこを1年生入学する上で、こなすっていうか、ある程度それを最低限やらないと、レギュラーとか、そういう、チームも A、B、C、D とか、その何チームもあったんで、その昇格ができないっていうところで、まずは、そのある練習を、しっかり、その練習の意図を組みながら、
かりやっていくっていうことをまず最初にやってきましたけど、あと3年間ずっと継続的にやってたことは自分の長所を伸ばすっていうので、自分のストロングポイントを作る、これはもう間違いなく、先々に必要なことだと思ったので、その磨くことだけはもう毎日の中でやり続けてましたね。ぶつかることっていうか、たとえその時苦労と思ってても新しいことばっかだったので、むしろなんか乗り越えてやろうとばかり思ってたので、苦労というものは個人単位で考えたらなかったんですけど、まあそれでこそ3年生の時にすごい期待されてたチームだったんです、3年生ので。そこだ期待されてたんですけど、なかなかその全国っていうところで、勝てず、インターハイでは全国大会出場もできず、県大会で負けてとかいうところで、なかなか結果を出せず、それでこそ吉勝さんが言ってたんですけど、まあ、空中分解じゃないですけど、チームがバラバラになりかけてたっていう時が、まあ、特にそれを軌道修正させるためにっていうところがちょっと大変だったかなっていう記憶がありますね。川口さんがお話で言ってたんですけど、どうチームをまとめるか常に自問自答してたっておっしゃってたんですけど、それをちょっと具体的に教えてほしいなって思いました。まとめようとしてまとまらなかったですね。っていうのはやっぱりみんなそれぞれの、気持ちがあるし考え方があって、そこでみんな同じ考え、もともとは同じ考えではないんですよ。ただ、大事なことは、みんながね思ってることを言える環境、それはすごく大事かなと。やっぱり同じ方向を向くためにはやっぱりみんなの気持ちを知らないといけない。その気持ちを知るためには、言葉を発しないとやっぱ分からないよね。そこでただただ言いたいことを言って、終わりではなくて、その意見を、汲み取りながら、最終的に同じ方向に向くというね。主力の選手っていうのは、あるいはその試合に出れる選手、出れそうな選手というのは必然的にモチベーションは上がるんですよ。でもやっぱ試合に出れない、選手、仲間っていう、どうしてもねテンション上げるの難しいんですね。そういう選手たちに声をかけてあげることがすごく僕は大事だと思うんですよ。インターハイ中止、結構皆さんにとってねすごく大きな出来事だったというふうに思うんですけれども、那須さんは、まあ、本当に今目標を持ちづらい状況の高校生の皆さんの声を聞いてどういうふうに感じられました？はい、じゃあまあ今ね、それぞれ皆さんきついとか厳しいとか、なんか目標をそのやるかやらないかで、分からない中で何を目標としていいか分からないっていう気持ちはすごく痛いほど分かる部分ももちろんあるんですが、これはもう皆さんに言いたいんですが、一番はもちろんそのインハイっていうのを目標にしてた方にとっては、まあみんなしてたかもしれないんですけど、でもそれが最終目標じゃないじゃない、皆さんそれは最終目標じゃなくて、その先にもしも目標がある、目的とかがあるのであれば、まずはそのことを考えてほしい。だから今の痛みって、で一番最初に目的を、目標を考える。じゃあ自分は試合に立つ上だったら勝つってことを一番に考えるのね。ミスとかさすると心とかね持ってかれるでしょ、メンタル的に。でもさ、一番は勝つっていうことが目的だから、そこだけしか考えないの俺は現役時代で。それをこのね物事に置き換えると、もちろんインハイができなくて、表現の場がなくて、試合ができなくて、いろんなことある。でもこれが最終目的なわけじゃないから、その先にもちろんね目標とかあるんであれば、まずそこを考えてそのために頑張ってほしいっていうのが一つ で、それで全く目標が持てないっていうのも全然ありなの。それはしょうがないことだから。で、その時に大事なのは、目標が持てなくて何していいか分かんないって言ってても、もがくことから逃げないっていう。半歩でもちょっとでもいいから前に進む。
もう無理だ、ダメだって諦めんじゃなくて、ちょっとでももがくっていうことをすれば、必ず次の目標が出てくるから。だから、そのことは、皆さんっていうか、俺自身もずっと思ってることだし、皆さんも、そういうことを心がけながら、もがくことを恐れないっていうふうに、目的、目標のためにっていうところを考えて、やっていってほしいなとは思いますけどね。はい、今日は、短い時間でしたが、皆さんとこういった話し合いができて本当に楽しかったです。ありがとうございました。まあ、こういった今状況ではありますけど、まあ話の中でね、何度も話していますけど、やはり今できることを全力で取り組んで積み上げていく。その先に必ず皆さんには明るい未来が待っていますから、ただ手を抜いてほしくない。目の前のことを全力でやる。楽しんでほしいですね。もっと。笑顔、楽しむ。こういったことも絶対、皆さん忘れてほしくないなというふうに思います。明日からまた頑張ってください。本日は短い時間でしたが、皆さんありがとうございました。まあ、皆さんが抱えてる思いだったり、聞いて本当貴重な時間だったと思いますが、皆さんにちょっとお伝え、僕からのエールということでお伝えしたいことは、まず最初に吉勝さんが言ったと同様、楽しんでください。楽しむっていう気持ちは絶対に大事です。で、この先目標とか目的がある人がいたんなら、まあそれはその一個に向かってチャレンジはたくさんすると思います。で、チャレンジするにあたって失敗とか挫折とか必ずつきものです。で、その時に苦しいとか悲しいとか辛いっていう思い、その思いをね、学びに変えた時、それぞれがこれは学びの時間だって、もっと成長できる時間だって感じた時に自分の歩みに変わります、それが。それで、その先に目標に行くにあたっての自分の支えになります。その辛かった経験だったり、苦しかった経験が自分の大きな大きな支えになります。これは自分が実体験で経験していることです。だから、一番大切なのは、先ほども言った通り、目的っていうのはすごく大事です。目的は自分は何を持つかっていうの。それを考えた上で、そういうネガティブな気持ち、ネガティブな要素っていうのは、自分にその、それぞれが進むにあたって悪い感情じゃない。学びの成長の場なんだっていうふうに進んでいってほしいと思います。そしたら必ず自分の身になってくるので。だから僕もそうなんで、まあエールというより皆さん、みんなで一緒に頑張りましょう。この状況を。